マジ1ミリも見たくない、がっかり、ジェシー熱愛で綾瀬はるかに新月コメント、11歳年上、で、昔の人、扱いも。9月12日、女性セブンが報じた女優、綾瀬はるかとストーンズジェシーの4泊6日のラスベガス旅行。帰国時の空港内では、二人が、ペアルック、ともとれる上下黒系の服装をした写真が撮られている。 写真あり、あやせはるかのドラマロケ、旅行先がラスベガスだったのは、ジェシーさんの父親の出身地だからだそうです。親戚の多くがラスベガスに住んでいるそうで、里帰りも兼ねていたのだと思われます。恋人を連れて里帰りしたということは、二人の結婚も時間の問題ということでしょう週刊誌記者。この報道を受け、SNS では、 写真撮られるなんてプロ意識がない、ストーンズ結成10周年の年に何をしているんだ、といったジェシーのファンの怒りが体勢を占めていたが、その矛先はついにアヤセの方にも向きつつあるようだ。X には、こんな投稿が、アヤセはるか結婚を焦ってるんだろうか。 自分も長く芸能界にいていろんな熱愛報道されてきてるはずなのにアイドルが仕事の相手のこと全く考えてないように見える。ズドンのジェシーにもがっかりだけど綾瀬はるかの方ががっかり。若いイケメンに大好き大好きされて浮かれすぎてるんじゃない。職業考えてよ、ごめんけど綾瀬はるかマジ1ミリも見たくない。 SK2 とレノアの CM 流れたらすぐ買えるし商品絶対買わないし映画ドラマも見ない。さらに、あやせがジェシーより11歳年上であることから、X では昔の人といった指摘も。監視一回りも年上おばさんと跳ね、世間的に言うとあやせはるかは昔ちょっと活躍してて最近は CM でしか見ないほぼ過去の人で、 同世代の女優に比べて圧倒的に人気がない一方ジェシーはこれから名前を売り出してく人。自業自得で今大ピンチだけど、一方、ストーンズファンの中では交際応援派も存在している様子だ。彼らを祝福しているコメントも多い。ジェシーが綾瀬はるかと結婚したらめちゃめちゃ応援する。責任とって結婚までしたなら外野は何も言えんよな。 私は綾瀬はるかに幸せになってほしいんよ。彼氏として存分に楽しませてやってくれよ。歳の差高際から結婚まで突き進むのか、チームストーンズはやきもきする日々を過ごすことになりそうだ。